その作った後も毎年面倒を見ていく、成長していくから、で面倒を見て、でその形もこの決まった敷地内でコントロールしていくっていうことをさ、ずっとやっていくから育てていく感じだよね、うん、だから出来上がった時が完成、まあ一旦の完成なんだけど、だけどそれがこうその形はまた変わりゆくから、石でもそうだけど、そこに座ってることによってこう苔が乗ってきたりとか色が変わったりとかね、天気によっても表情変えるし、木なんかもちろん大きくなっていくから、作って渡しちゃったらもう終わりですよじゃないからさ、良くなっていくのも目撃するだろうし、あここ悪くなっていってるなっていうのも目撃していかなきゃいけないから、育てていくっていうのが庭師の特徴だと思うね。メスはこうね、一つこう花芽がついてるだけだけど、オスはこうやって花火みたいになってるんだ。同じそういう子だけどね、これ。こっちが冬赤い実がつく。メスだけ。メスだけ。だこいつらこれ受粉してる。多分今。それも考えて、うん、あの位置も決める。そうそうそう。色合い。オス一つだけ入れてるの今回。メスが4つで。こう予想図みたいな絵を描いて。でそれをお客さんに見てもらって、でそれでこうああしたいこうしたいっていうのがそれからちょっと出るかな、でそれ話聞いて、じゃあこれで行きましょうっていうふうに決めて、でも決めてもまだそこから変化するからね、その絵に描いたそのままの石や木があるわけじゃないからさ、で絵に描いたものは絵に描いたものでその時点で決定したものではあるんだけど、で拙者にこうお茶出してもらって話してる時になんかグッときて、なんかあここやっぱりこうだなとかなる時もあるし、持ってきた木の枝ぶりのこの関係性だったりとかさ、そういうものとかがこうどん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 こう重なり合って、で最後の完成にはまあ最高のその時できる最高のところまで持っていくんでしょうさ。昔はこうなんかバーンと頭に出たこうアイデアみたいなのをそのままボンとこう作ってたようなとこもあるけど、今はなんかこうその周りの環境とかね、その庭の置かれてる環境とかそういうこととかも大事、相当大事だなと思ってね、庭の排水だったりとかさ、土のことだったりとか、まああとこう方角のことだったりとか日の当たり方だったりとかね、そういうのを本当にこう庭のこう絵を描くときにわからないときとかはテント持ってて庭に泊まったりとかしてね、体で感じてそこから作り出したりとかね、作ることって自分がその作ったものにむき出しになって現れるからね、ごまかすことができないね、もう現時点の自分以上のものはできないし、こう気を抜くと自分以下のものにはすぐなっちゃう。だけどこう全力でいくと現時点の自分がそこに現れるんだよね、作ったものとして。だからそれをこう目の当たりにできるのはある意味すごく残酷なことでもあるけど、すごくもう まるまる自分が見えてしまうわけだから、嘘がつけないし、でそれをお客さんはこう一生に一つの庭として大事にしていくんで目も背けれないし、でもちろんその庭と一緒にある時には
ハッピーな気分にもなれるし、こっちも感動したり、こうすごくこうワクワクしながら作ったりしてるから、だから死ぬまでに どういうものを自分が作って、どういうものが見れるんだろうっていうのがすごくこう面白いっていうか、だからこそやってんだろうなってね、最近は思ってるね。もうちょい回してみて。